スバル B11S。スバルデザインの方向性を示したコンセプトカー。3分割のフロントグリルが特徴。スプレッドウィングスグリルはかつて富士重工業が採用していた自動車のフロントグリルデザインの名称。スプレッドウィングスは直訳すると広げた翼の意味。中島飛行機、小機、スプレッドウィングスグリルを採用した R2 日本の 重工業メーカー、富士重工業は、かつての航空機メーカー、中島飛行機を発祥の起源とし、自動車のみならず航空機の生産を手掛けている。そのアイデンティティを航空機の翼の形状として、表現したものが、スプレッドウィングスグリルである。2003年、市販車として初めて、スプレッドウィングスグリルを採用した、軽自動車、R2 がデビュー。各社に足り、よったりが軽。 通る、セミトールワゴンで溢れていた、軽自動車市場に一石を投じる、個性的なデザインであった。既存車種のプレオが、市場の中で埋没してしまったという反省から、デザインに力を入れた、意欲作で、その思い切った決断が、市場に受け入れられるかどうか注目された。担当者からは、好き嫌いが分かれる顔つきであることを認めながらも、出始めの頃は、 人々から国評されたという某ヨー,ーロッパ車を引き合いに出し、今後、スプレットウィングスグリルを大切に育てていくという方針が示された。R2 は第14回 RJC カーオブザイヤー特別賞ベスト系乗用車に選ばれた。当時の富士重工業は竹中教授社長のもと2002年にスバル商品企画本部副本部長、県デザイン部長として初代 レガシーのデザインを手掛けた杉本清アドバンストデザイン担当のチーフデザイナーとして、元アルファロメオのアンドレアス・ザパティナスがそれぞれ起用され、この体制でスバルデザインの革新に向けた改革が進められていた。外国人デザイナーの招聘によってデザイン力を高め、それをスバルブランドの向上につなげる狙いである。ただし、スプレッドウィングスグリル自体は、 アンドレアス・ザパティナスの着任時にはすでに考案されていたデザインであり、彼の関与はデザインバランスの調整に止まる。したがって彼の名を取ったザパティナスグリルという呼称はふさわしくないとされる。R2 に続くスプレッドウィングスグリル採用の市販車種としては2004年に軽自動車 R1 が発表。優れたデザインコンセプトと 斬新な造形表現が評価され、グッドデザイン賞を受賞。鈴木のデザイン部長を務めた吉村一志や、日産自動車のチーフデザイナーであった前澤義夫も高く評価していた。2005年には B 級トライベッカが北アメリカ市場向けに投入。同年、インプレッサがマイナーチェンジし、スプレットウィングスグリルを採用した。富士重工業としては、 車種ごとにデザインしていたフロントグリルを統一することによって一目見てスバル車であるということを認識させたいという狙いがあった。大きな開口部は冷却効率の向上にもつながっており個性と機能性とが両立できたとし賛否両論はあれどもそのうち受け入れられるだろうと考えていた。スプレッドウィングスグリルから脱却した R にところがそれと同じ年に R2 はマイナーチェンジに伴いフェイスリフトを実施。スプレッドウィングスグリルを取り払った R2 の顔つきはシンプルで落ち着いたものとなった。富士重工業は同社の発表に際し、スプレッドウィングスグリルを支持する意見はあるとしながらもターゲットとして見据えていた女性客に対してはいささか個性的すぎるデザインであったことを認めた。この変化に対し自動車雑誌の記者、 岡島裕二は、ユニークなデザインではあったが、万人に受け入れられる顔つきとは言えなかっただろう。特に女性にとっては、悪が強すぎたかもしれない。中略インパクトは薄れたが、やはり落ち着きのある、新しくなったデザインの方が、多くの人には受け入れられるだろうと評した。自動車ジャーナリストの岩沢留美子も R2 の、スプレッドウィングスグリルに対しては同社の持つ。 可愛さを台無しにしているとして批判的であったが、マイナーチェンジに伴うフェイスリフトを評価、新しい顔つきとなったことを歓迎した。自動車雑誌、ナビの鈴木マ人サは、R2 の販売が好調とは言えない状況に陥った理由として、一般的な軽自動車の使われ方からすると、デザインは購入のモチベーションにはなりにくいと推察。安易なフェイスリフトは特策でないとしながらも、 販売の現場からすれば期待された変更なのだろうと受け止めた。元レーサーで自動車評論家の桃田武氏によれば、スプレッドウィングスグリルを採用していたトライベッカ、前期型の顔つきについてユニークで可愛らしいといった好意的な意見があった。一方、豚の花のようだといった批判的な意見も多く聞かれたという。富士重工業及びスワルのデザイナー、石井守は、 当時について次のように振り返る。スバルの起源は中島飛行機だということから航空機の胴体の両側に翼が広がったような主題のフロントフェイスのデザインでした。しかしながらその時代には必ずしもお客様がスバルと中島飛行機との関係を認識していらっしゃるとは限らなくなっていてその手法はうまくいきませんでした。 表面的な車の顔つきだけ航空機と結びつけても中身がなかったのだと思います。ここで言う中身とは水平対向エンジンやオードといった実質的な価値も含めたお客様が実際に感じているスバルらしさです。スバルデザインに変革をもたらしたアンドレアス・ザパティナスは2006年7月に会社を去った。同年、新型軽自動車としてデビューしたステラは 翼をモチーフとしながらも、スプレッドウィングスグリルとは明らかに異なるデザインのフロントグリルを採用。車種ごとに最適な表現手法を採用する方向へと転換した。2007年にはインプレッサが3代目へとフルモデルチェンジし、トライウェッカもまたフェースリフトが施された。R1、R2 は2010年3月14日の受注分を最後に生産が終了した。 スプレッドウィングをヘキサゴングリル内に収めたインプレッサ2011年にデビューした4代目インプレッサでは六角形のヘキサゴングリルの中央にスプレッドウィングが配置されているスバルデザインの立て直しに当たった鈴木出身の日本人デザイナーナンバオサムは過去の成功例として評価が高かった4代目レガシーのデザインを発展させる手法を取った 全く新しいデザインを打ち出したとしても、それが直ちに顧客やスバル関係者から受け入れられるとは、限らず、結局デザイン変更の繰り返しという悪循環に陥ってしまうと考えたからである。クリル形状は四代目レガシーに習い、スバルのエンブレム、六連製にも通じる六角形とし、それを人々の目につきやすいように配置した。2013年発表のレボーグでは、 航空機をモチーフとしたデザインは取り入れられなかったが、代わりに六角形のヘキサゴングリルが、スバル社のアイデンティティを表すものとして採用、定着していった。ありがとうございます。